小福亭はじめ門の縄文である、五枚笹、パーポ赤氏は、兵庫県西宮市出身のバレエダンサー、バレエ講師、元落語家。本名は、赤氏正幸。兵庫県立西宮南高等学校出身。二代目、小福亭松之助の次男で、兄には、赤氏やのんきがいる。自身も1977年に入門し、小福亭亀之助を名乗る。 赤シや三マの弟,弟弟子にあたる。小話や日部の修行を積み、落語家として初舞台を踏んだが廃業し、パーポアカシの名で日部の経験を生かして16歳から始めていたバレエダンサーに転業した。1994年からロシアへの留学を経て、バレエダンサーとして各地の舞台への出演のほか、指導者として後進の育成にも尽力している。また、 アマチュア落語の講師などでも活動中。松之助は2015年に弟子のアカシアさんまが司会を務める特別番組アカシアさんまの転職で転職に出演した際、なぜ息子に落語をやめさせたのかと聞かれ、その時は大量に酒を飲んでいて、詳しく覚えていないと答えた。その一方でバレエについては僕らがやっているのはただの芸。 だけど、息子がやっているバレエは芸術。芸に技術が伴っているから、見せると高く評価した。現在はバレエダンサーとして、公演への出演のほか、所属教室や様々なスタジオで指導を行い、その話術と人柄で指導に当たっている。技術やコツに独自の理論があり、明石は、こうするが口癖。一人称は、僕、おいら、俺。 ワチキなどを場面によって使い分ける。クラシックバレエにおける男性の重要な役割である、女性の体を支えたり、高く持ち上げたりするリフトを行う、パートナーリングの技術は随一であり、また様々な役柄を瞬時に演じることのできる演技力が持ち味である。留学経験からロシア語が堪能で、同時になぜか中国語も使いこなす。このことから、 日本人ダンサーのロシアや中国への留学ツアーなどが模様された際には通訳として同行することもあるほか逆にこれらの国からダンサーたちが訪れた時は通訳として呼ばれそしてなぜか彼らのホテルやスケジュール管理なども任されてしまう上述の舞台出演者としての技術に加え音響舞台監督セット作成など裏方としての仕事も評価が高く マルチな技術を発揮している。これらのことから舞台業界では非常に顔が広く、また様々な特徴を持っていることから、人によって記憶のされ方もいろいろである。それらが注目され、ラインの手書きスタンプが発売されている。作成は株式会社アイマジャパンデザイン事務所。かなりの主事で、スタジオの目の前の自宅には常に瓶と缶のビールや焼酎。 日本酒が常備されている。赤石アさんまは、松之助の弟子として住み込んでいった際に、正之やバレエ教室の面々とも馴染みがあり、同教室が記念公演を行った際には、祝いのメッセージを送っている。同教室の、眠れる森の美女の公演で、主役のオーロラ姫の両親の王、王妃役で、松之助夫妻が出演し、親子三人の共演が実現した。正之は、 王子役だった。前日のアカシアさんまの転職で転職に落語家から転身したバレエダンサーとして紹介され、舞台での様子やスタジオでの指導の様子が取り上げられた。レッスンを受けた生徒の女性はインタビューで、正幸について冗談や例えも交えてわかりやすく教えてくれるし、面白いと答えていた。映像では正幸が踊りの表現について、 カニクリームコロッケにトマトケチャップをつけて、その上からタルタルソースをかけたような、ドギツイ動きをするんやと説明しており、ナレーションには、素人には全く理解できないと言われていた。また、他の生徒からは、赤史さんと組んでもらった時に、踊りがすごく、格好良よくて、惚れそうになったとか、バレエ界の渡辺健ではないかと言われていた。正幸の容姿は、渡辺健に似ていなくもない。 酒はアルコールが入ってさえいれば何でも飲むと言っているが日本酒が一番好き。味の癖や匂いの強いものを好み、焼酎も芋派である。それゆえにウイスキーやブランデーも飲むものの美味しさがわからないと言っている。自宅はかなり年季が入っており、冬場は隙間風などで異常に冷え込む。そのため生徒の男子が泊まりに来た際、どこで寝ればよいかわからない生徒が、 正幸の寝室がある2階に布団を敷こうとすると、そこで寝たら、投資するぞと言って、唯一の暖房器具であるエアコンが設置してある客まで寝かせた。ちなみに正幸は、その2階で普通に寝ている。生体師の資格も取得しており、自宅には手術用の本格的なベッドも置いてある。大人の初心者のためのバレエレッスンの指導と、並行して、生徒の体のメンテナンスも行っているが、 予約のほとんどはレッスンよりも生態を希望する人ばかりだという、ありがとうございます。